ちつれそ、たちつてい。おお、上手になったね、あんた。なったじゃん。またな、これね、上役を置いといてあげるから、赤い字見ながら書いてみて。やっぱり、それと、それとこれだったんだ。よし。5回ずつ書いた？数えるよ。1、2、3、4、5回。よし。歌の字深いね。見た。じゃあ、次の字いこうか。ねって字書けるようになった？ね難しいだろ。先生子供の時ね、言うと、ひらがなで言うとね、カタカナのねは書けなかったの覚えてるよね。あとすごい。もうそろそろ次の勉強からね、まあどんどんあんた上手くなってるぞ。ね、丁寧しつ、丁寧しつくけ、丁寧しつくけ。じゃあ練習していけよ。はい。みをね、ちょっとね、ポンポンポンと書くで、こんな波に書くんだぞ。待って、今日、ね、待ってください。まあ、ボもね、しっかり数を取らないと、これ、ここの数。いい？丸くしちゃダメだよ。はい。よし。し、あんた、上手になったぞ。やしやつしやつせそーと、はい、もう上手だ。もういいことないな。
年の始もう方がちょっと心配な名宝できた名宝名宝マジで言われてる名宝名宝し空景空景よしあ、これ逆さまに書いちゃったごめんな。これ上書くの上この斜めで書くんじゃなくてこの上にこうやって1、2ってこの横で書いてみないで字を上手になるためだからな。いいか横で書くんじゃないんだぞ。上からやってみるぞ。いいかあーあーいーいーうーうーってやってな。よかったよママ。合格だな。よかったね。ちつちつて手はこれ違うな。上で違うかもな。ちつてちつてとやら。よし。上手だ。しつひくぬね。ありがとうございます。おいいぞ。うまくなったね。あんた一個でいいのこれ。一個ずつ一生懸命書いたんだ。ありがとうな。つそとふうほさいいか。5回上5回か。5回。 OK。 じゃあそろそろ最後の勉強に行くぞ。よし、じゃあ自分の席で待っとれ。 OK。 よし、自分の席で待っとれ。じゃあこう見てな。そうじゃなくて今度また使うときあるのいいか。これ見てなよ。上へ書くのいい。この線の上にいい。ああこういうふうにまっすぐこの上重ねる。これ重ね書き斜めて書くんだよ。やってみる。こことここ書いてない。上へ書くんだぞ。じゃあ最後の勉強に行くよ。はい、いいよ。あ、やっていいよ。 OK、 最後の勉強に行くよ。皆さん、自分の席に戻ってくださいよ。これ1回しか書いてないよ、僕。5回。さあ、そこで今日の問題。いい？これから皆さんはおじいちゃんに手紙を書くことにしました。はい。おじいちゃんに手紙を書くことにしました。見てください。あ、もう来る。おじいちゃんに手紙を書くことにしたんですが、ひらがなで書いてあります。見てごらん。ひらがなで書いてあるでしょ。そこでね、まあ時間いっぱい多分全部できないと思いますけども、こういうふうにひらがなで書いてありますので、この手紙を見てください。一回読んでみるか。おじいちゃんへ。おじいちゃんへ。寒くなりましたが、お元気ですか。寒くなりましたが、私も元気です。私も元気です。もうすぐお正月ですね。もうすぐお正月です。また遊びに行きますから。また遊びに行きますから。どうか風邪などをひかないように。